こんにちは。今回はですね、こちらのアイアン、もう昔のアイアン、はい、だいぶ来てますねこれ、はい、このサビサビのアイアンを磨きます。磨きます。この力で磨きます。さて何番で落とすかね、まずは、ここにあるやつ。何番だこれ、500番、500番より下ないのか、いいよこれ、はい、で500番でちょっと磨いてみましょう。まあ、500番で磨くと少し傷もつくんだけど、まあ、ある程度落としてその後、最後3000番までちゃんと磨きますから、綺麗になるよこれ。おっと、その前にやっぱりこんな鉛がついてましたね。昔私使ってたんですよ、これね。この鉛を取らなきゃいけない。これがまたさ、すごいね、もう。両面でついてないけどさ、もう両面もよくこん、もう一体化してんね、これ。大丈夫かな、これ。剥がれんかな、これ。こんだけ剥がれんだろう。やってみよう。お、来た来た。いいね。剥がれます。剥がれますよ。はい。剥がれました。うわ、ラメくっついてる。よし。ペーパー開けよう。どれだ、どこやったっけ。はい。いや、これね。動画にする必要ないんだけど、どのくらい綺麗になるかっていうのを、例えばあんまり汚く錆びてるものって皆さん諦めちゃうじゃんね。ところが意外とこんなペーパーでピカピカになるのよ。これなんか間抜けな500番だよ。何番これ、500番だよ。間抜けな500番で綺麗になるんだから。結果いいね。200番台で行こうと思ったけど、500番台ぐらいでいいね。はい、このアイアンは。あ、落ちる落ちる落ちる。十分落ちる。ちょっとこの映像考えてて本気で行こう、これ。今週はあれですよね、このゴルフクラブを磨くモードになっちゃってて、もうこのケネス・スミスってのを磨き倒したんですよ。ほら、綺麗でしょ。ピンが来るかな。どう、綺麗でしょこれ。1969年、ケネス・スミスね。どこで作ってんだっけ、これ場所は。カンサスシティ。かっこいい。カンサスシティだよ。はい。ピンが来るからね。来た。かっこいい。これは今週の初めに磨き切ったんですよ。これね、このトップフライトが出てきたから、あ、これトップフライトがいいなぁ。これでやってたからね、昔。本当だよね。長いこと生きてんと、いろんなことがこう、なんて言うんだろう。懐かしいで、それを、あ、こんな使ってたんだ、とかさ。いや。よし。で、これを今度は、綺麗な布で拭き取れば、一緒。おー、一緒。はい。綺麗な布。
一本磨くのに10分もかかってないんじゃないのね。もう段取りが分かってると早いっすよ。はい、こんなもんでいいんじゃないですか。どう、さっきとえらい違いよ。もうピンくるかな。ほら、あのサビサビのクラブがこんなテカテカになるんだよ。どうすか、ほら綺麗になったっしょ、これね。え、ほら、トップフライトかっこいいね。はい、昔あの30代40代でゴルフ夢中でやってた頃は、トミヤーマンで使ってたんですけども、それがねどっか出てこないんだよね。どっかにあるはずなんだけどね、投げやしないんで、はい、でこれが出てきたら今週末はこのトップフライトでか、あのさっきのケネス・スミスでゴルフ回りたいと思います。いや、いいね。で、今から5678 9 PS とやりますよ。爪って。気持ちいい。でもって、この綺麗にしたセットで、まあ週末ゴルフ行ったんですよ。もうね、最高に楽しかったですね。ねえ、考えられないぐらい悪いスコアでですね、これなんで当たんねえんだとかさ、どうなってんだこのクラブはとかさ、まあ寄せに向いてないねとか、もう面白かったねこれ。ですからですね、そのゴルフこう遊びで行ってるわけで、遊びとしては、100点でした。はい。それで今週末はですね、もっと古いクラブが出てきたんで、これを磨いてですね、もっと面白くなるんじゃないかと、もうやってみようと思います。何せ、シャフトが木ですからね。それだけでもう大笑いだと思いますよ。はい、やってみます。はい、実際にちょっと打ってみましょう。6番アイアンですから、このグリップ長くて、ここで6、7、8、3本分、はい、次が、9番なんで9PS とここで、はい、
うまいんだけど、表紙みたいな音がしますねこれね。はい、2番アイアン、グリップの長さで2、3、4、5って打ち分ける、はい、はい、今日ちょっとお休みだったんで畑ちょっと面倒見ました。いいね、元気になってちょうだいよ。はい、じゃあちょっと音質見てみましょうか。これパクチーの花ですね。これパクチーの花ですよ。そしてのがパクチーですね、うん、はい、ここが、ルッコラと、これは何ですか、パセリだね、これ。はい、蝶々に食われる前にね、食べちゃいましたね。あー、美味しいね、これパセリ。うまいのこれ。やっこ。うんうん。ね、これね、ルッコラでしょ。うん、シソは、どこでも生えてくるんですね、種をこって。はい、これレモングラス。実質のレモングラスですね。はい。すごいね、東南アジアみたいでしょ。はい、さ、このルッコラがね、板パセかな、あ、ルッコラだな、はい、トマトちゃんと育ってね、このパクチーはもうダメだね、困るんだね、はい、これルッコラの花ですよ、これルッコラの花、はい、うん、美味しいね。最近なんか我が家の近所でウグイスが鳴いてるんですよ、もう毎日鳴いてるね、楽でしょ、おー、ホキンちゃん鳴くね、おー、ホキンちゃん、俺に反応してるわけじゃないんだね、俺が合わせてるだけですけど、はい、気持ちいいですね、はい、汗をかいたときは蛍光補水液俺が飲んでるのおかしいな、これ。いや、うん、よみがえるね、気持ちいい、冷たい。以上です。さあ、今日も楽しいゴルフです、うちのクラブ、そしてのりちゃんのクラブ、ひどいですね、ひどいサビサビのクラブでこの方やるそうですよ、グリップの上にグリップです。これすごいよね、手術です。グリップの上に最近のグリップつけてるっていう、すごい。ここでカットしました、革、ここから革、昔のえらいクラシックアイアン、はいはい、で、この薄さ、はい、何年前のですかこれ、それで80年ぐらい経つんじゃないですか、でこちらのクラブは大体110年ぐらい経つんじゃないですか、シャフト見てください、100年ぐらいじゃないですか、シャフト見てください、木です、アメリカの歴史を感じるような。え、何番で打つんですか。5番です。はい、古いクソクラブの5番ですね。150しか飛ばないと見てます。はい、違うの、これは100年前のクラブです。さあ、100年前のクラブでどうぞ。あれ、いいんじゃない。あ、当たってはいるな。いいんじゃない。あ、距離はいいな。ナイス、ナイスショーってことは、これ何ヤードだ。あ、でも80、そうですね、90ぐらいですね。90を6番アイアンです、はい、はい、さあ、じゃあいつもの距離、はい、うまい。
はい、うん、ありがとうございます。素晴らしいでしょ。何が素晴らしい、いいよ。